はい、どうしました？毒入りジュースを人に飲ます方法はあるかと。あなたは毒入りジュースを飲んだことあるんですか？え？一回だけ飲んだことがある。一回腹を壊してトイレに行ったら治ったので、今回はヒ素を大量に入れて完璧な毒入りジュースを作る。一度味見していけそうなら人に飲ますと。つまりあなたが毒入りジュースを味見して自ら死んで生き返った後に人に飲ますわけですか。え？その通り。あなた、それはできない。なぜなら死んだら生き返るということは不可能だからです。それでも生き返りたいというなら私に100万くれれば、私の寺の坊主を呼んで復活の念仏を唱えさせよう。